本源寺の墓。右は父、清秀の墓。掛川市指定史跡。井上正成は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。不代大,大名、江戸幕府老中。遠藤海国横須賀藩初代藩主。浜松藩井上家初代。天正五年、徳川氏家臣、井上清秀の三男として、遠藤海に生まれる。 母が徳川秀忠の乳母であったため、正成も早くから秀忠に近似した。慶長20年1月、1万国家族と同時に、五章組万党に就任した。また、大阪夏の陣にも参陣した。元那八年、5万2500国をもって、横須賀藩主となる。この頃より、江戸幕府老住職に就く。旗本で幕府目付、豊島信光は、正成の着手。 正俊と大阪町、武行、島田正次の娘とを縁組し、仲央を務めることに躍上していた。しかし、三大将軍、徳川家光の奪母で、当時県政並びなき春日局が正成に、鳥居政次の娘と縁組するように持ちかけ、正成は自家事との縁組を破断した。仲央としての面目が丸つぶれとなったことを恨んだ信光は、 寛営5年8月10日、途上した江戸城祭の丸廊下で行き合った正成に、大使、武士に二言はないと叫んで、脇差しで切りつけ、正成は殺害された。万氏の青木義政が信光を羽がいじめにして、取り押さえたが、信光は脇差しを自分の腹に差し貫いた。脇差しは羽がいじめにした、犠牲にまで達し、結果、正成と信光、それに巻き添えを食った。 犠牲が絶命した。井上家はおがめなしで、正都市への相続が認められた。豊島家は、老中、堺忠勝の配慮により、信光の着手、次への切腹と、お家断絶の処分のみが下り、他の一族への連座はなかった。島田忠時はこの事件への責任を感じて自害した。墓所は、静岡県掛川市の本源寺。 これは正都が父のために混流したものである。次男の井上正義は五千石を領する大臣旗元となり、その子の正春のさらに次男が井上象徴の養着師正則である。徳川家康の人の一生は重きに寄せおいてで有名な五位君とは別に、江戸時代に東照宮五位君という禁書写本があった。これは正成が源奈の初め、将軍、 秀忠の使いで、駿府城の家康のもとに数日間の滞在した際に、本人から聞いた話を、松永同祭が聞き書きしたものという。ただし、一書とされている。ありがとうございます。